ストーリー。馬上源十郎あらず。時は天明七年、先の日の輪の国での大乱と時を同じくして老中田沼意次が失脚、新たに老中の任についた松平定信により官制の改革が執り行われた。しかし各地の飢饉や大火、打ち壊しによる混乱は消滅を極め、悪鬼邪気ともいえる暗雲は今や日の本全土を大湾としていた。世の不穏な機運を意に介さず、町外れの賭場では一人の男が暇を潰していた。未だ負け知らずのこの男へ業を煮やした客の一人がついに刀の柄へと手を伸ばす。一刻後その男は刀についた血のりを払う。負け犬のむくろが転がる賭場を後にし、騎馬上源十郎は流れの旅の道に着くのであった。芝居小屋。ここで出会ったのも何かの縁。わしの舞、とくとその身に刻み込め。いざ尋常に一本目勝負。ガッ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 。よっしゃ、カスカ、やめな。勝者、騎馬上源十郎。やばすぎる。二本目、勝負。攻略陣、だ。攻略陣、死ね。それほど踊りたければ思う存分地獄の針の上で舞え、春日。うずき。
これよりは抗議の任。若輩者はここまでにいたせい。騎馬神源十郎 VS 柳生十兵衛、いざ尋常に一本目勝負。あおうだ、メタルだ、消えろ。行くぞ。ハハハ。源十郎、くだらん。二本目勝負。こっちが。攻撃陣。役にもなら。続きは地獄の鬼とし合うがいいわ。ガレオン戦場。正義が俺を呼んでいる。さあ行くぜパピー。いざ尋常に一本目勝負。攻撃陣。ドッドッピッツ。ロストレイ。ヘイパピー。やうりゃドッドッピッツ。のしかちょう。死ね。うわ。攻撃陣。だ。いいよ。いいよ。勝者、騎馬神源十郎。やばすぎる。二本目勝負。源十郎。アホが。つまらぬものを切ったわ。
洛中三門前。俺の姿を見たからにはどこまで飛ぼうと逃がさない。いざ尋常に一本目勝負。うっ、源十郎。やばすぎる。二本目勝負。死にさらせ。ショッツキッズ、キッズゴッゴ。ショッツキッズ。源十郎。魔法が。ご外の風情が。何が天狗だ。その程度の腕で俺に歯向かうな。春日。